皆さんこんばんは、声楽の田川里穂です。毎日見てくださってありがとうございます。いいねとかチャンネル登録をしてくださることが私のとても励みになりますので、引き続きよろしくお願いします。今日はですね、詩を語るというか、歌いながらどうやって詩に気持ちを乗せていくかっていうことについてお話ししていきたいと思います。例えばですけど、たかが恋なんて忘れればいいって、例えばですけど、声楽的にたかが恋なんて忘れればいいって歌われても全然心には来ないですよね。で、私がおすすめなのはですけど、たかが恋なんて忘れればいい、たかが恋なんて忘れればいいっていうのが、きちっとした発語になるまではちゃんとアカデミックにたかが恋なんて忘れればいいって練習してほしいんですね。で、10回20回読んでいる間にたかが恋なんて忘れればいい、その間にどこに響きがいかなきゃいけないかとか、この子音はここに行くんだぞとかいう、その体の中のシステムが全部うまくいくと思うので、10回に10回はもう普通に読んでほしい。たかが恋なんて忘れればいい。で、このたかがのたかんがにするのか、たかがにするのか、それもご自分の好みで選んでいただいて、たかが恋なんてっていう方を選択するんでしたら、たかが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 ってしっかり読んで、私があまりおすすめしないのは、たかが恋なんて、こういうふうに歌われても全然伝わってこないので、たかが恋なんて忘れればいいっていうふうにきちっと読みましょうね。で、たかが恋なんて忘れればいいって普通に発音できるようになったら、次なんですけど、たかが恋なんて忘れればいいっていう歌詞を今度噛み締める。たかが恋なんて忘れればいい、たかが恋なんて忘れればいいっていうのを今度は噛み締める方でしっかりと消化させるんですね。で、そしたら今度本番で歌う時には、たかが恋なんて忘れればいい、本当にその思いだけで、私はごめんなさい、今皆さんに分かってほしいっていう、こういうことだよっていう思いのちょっと邪念が入って、邪念って言っちゃいけないんだけど、こういうことだよってなんか教えたいって思ってしまうので、ちょっと上手にできないけど、そのもう本当に、たかが恋なんて忘れればいい、泣きたいだけ泣いたら、もうその時には声がどうであろうと、ひっくり返ろうとかすれようと、その泣きたいだけ泣いたらっていう、そのことが伝えたい、泣きたいだけ泣いたらっていうことを伝えたいっていうことをメインにシフトしてもらって、声の出し方だとか発声だとか、そういうことは一切忘れるっていう手順が、私は心を込めて歌いやすいなっていつも思うんです。たかが恋なんて忘れればいい、泣きたいだけ泣いたらっていう、その歌詞は私たち日本人にとってはすごく入ってくるし、アウトプットもしやすいと思うんですけど、それが外国語だったりするじゃないですか。外国語だったりしたら逆に、ザインクナープアイヌレスラインシュテインっていうのが本当に自分自身の心に入ってくるまで相当やっぱり日本語のものよりも時間がかかると思うので、それは時間をかけてあげましょう。そこに近道はないと思うので、しっかり時間をかける。だけど例えば日本語のものだったら、恋人よとかもそうだけど、このそうだよね、口角だよね、恋人よってやられても何の心にも届きませんよね。でも恋人よっていうのは、これだけの発音だけの時に、こうはどこかな、恋人よどうやって発音するかな、どこに響きが来るかな、さっきと繰り返しになりますけど、それをしっかり練習して、恋人よどうかな。で、今度は心に噛みしめる方、恋人よそばにいて、恋人よそばにいてってしっかり練習して、もう心に腑に落ちたぞ、恋人よそばにいてって心を込めるだけの方にすると、上手か下手かじゃなくって、ちゃんと心がこもっていて思いの伝わる歌になると思います。ごめんなさい、私のあれですけど、また皆さん、私は毎日8時の
更新を目指しているんですけど、今日はちょっと8時が間に合わなかったので9時ぐらいかな、今9時過ぎちゃったかな、なりましたけど8時を目安にしています。じゃあ皆さん素敵な夜を。チャオ。